どうも、いつもアートのいつもです。早速当たりを描いて、目から描いてますね。長野さんの向かって左側の目は右側の目と比べると少し小さいように感じたので、それを意識して描きました。花は丸を先に描いて、それを当たりとして花を描いていきます。日頃花を描く際は小花を極力描かないようにしてるんですが、長野さんの花は少し厚みがあるように思えたので、今回は小花を描いてみました。口ですね。長野さんの口は厚みがあるんですよね。でも厚みがあるんだけど、上唇と下唇の厚さが同じ厚さなんですよね。それを意識して描いていきました。眉ですね。眉は今回は前髪で隠れるので別に描かないでもいいんですけれども、一応描いてみました。で、長野さんの眉は結構太いんですよね。で、それを意識して描いていきました。そして黒目ですね。上まぶたの線を濃くすると目の奥行きが出て良くなるかと思います。はい、輪郭線ですね。こめかみあたりから口の高さぐらいのあたりまで、線を引くんですが、その線は少し斜めにして線を引いていきます。そして次は顎の先端にめがけて、さっきよりももっと斜め線にして線を引いていきます。反対側も同じようにやっていきましょう。髪の部分は少しスピードアップして再生していきます。髪の部分の説明は割愛させていただきます。申し訳ない。このチャンネルではこういった初心者の方に向けて描き方動画などを投稿しております。もし、ここがちょっと分かりづらかったなとかありましたら、どんどんコメントしていただけると助かります。またもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そして涙袋をちょっと線で表現して完成です。